ハイチューブ TV。こんにちは、札幌占い美容室ハイマカシの後藤です。今さら聞けないシリーズを、今日もちょっとやっていきたいと思うんですが、今日はすごい簡単なアイロンの、ブロー、動画でもね YouTube で結構上げたりはしてるんですが、もう一回ちょっとやります。なぜやるかというと、仕事の時間短縮です。これから夏、暑くなってきますね。でドライヤーあんまり使いたくないで、お客さんもドライヤーかけられると暑いですし、やる方もちょっと暑いで汗だくになっちゃいますね。でそういう時はストレートアイロンでブロしてもいいんじゃないかなと。で、簡単な、ブロー方法なんで、例えば普通にねボブのブローするとなると結構時間かかりますね。ただアイロンでやると本当にもう一瞬でできちゃうんで、効率がいいかなと思います。で、ブロッキングは基本取らないでやっていくんですが、ふんわりこのカットラインにね、ちょっと合わせてやっていくとちょっと、ダウンステムでやるしかなくなっちゃうんで、カットラインは別として、例えばふんわりしたいっていう場合はもうそのままなんですね。この、引っ張る角度を少しこのような形でアイロンを入れていきます。アイロンは基本的にパネルに対して、ちょっと分かりづらいですかね、パネルに対して90度の状態で入れていきます。で90度の状態でぐーっとこのパネルの上を滑らしていくような、こういう感じですね。滑らしていくような感じです。これを90度に曲げた状態ですね。基本90度です。あまりつけたくない方は45度っていうのはありますが、基本90度で大丈夫です。でこれで毛先まで丁寧にゆっくりやっていくとくるっとこう入りますね。で、ダウンステムで収めたい場合は、あまりボリュームをふんわりさせたくない場合ですね。その場合はこのように、このステムを下げます。当たり前のことですね。本当に今更聞けない感じなんですけど、でふんわり、例えばダウン入っててふわーっとさせたい場合はこのステムの角度を変えます。例えばステムを90度にしたり、ステムを45度にしたり、こういう0度にしたりとかですね。基本的にこの角度でスタイルを作っていきます。あとはこのアイロンを常に90度の角度で入れていくってことですね。毛先まで急がずゆっくりで、よくダメな例は、こうやって曲げようとする人いますね。こういうふうに、これはちょっと良くないです。なんかパサつくだけであまり綺麗なカールが出ませんので、基本的に90度でゆっくりで、プレスの力は毛先に行くに従って抜いた方がいいですね。なぜかっていうと、毛髪の量が違うじゃないですか。でこの辺、大体そぎって毛先の方が入ってたりするんで、同じ圧力でいった方が僕はいいと思うんで、この辺の毛量が多いところは多少プレスしてもいいんですけど、毛先の方の薄いところは同じプレスでいくと毛先が乾燥してしまって、なんかこう柔らかい質感が出ないんで、こっちは本当少し開いてるかなぐらいの感じで全然いいと思うんですよ。それぐらいでカールはつきますので、その毛量の厚さに合わせたプレスの力ですね、プレス圧力でやっていける方がいいので、例えばそぎが一切入ってない毛先まで同じ毛量だった方は、結構毛先までプレスを入れてもいいと思うんですけど、大体みんなそぎが入ってますので、そういう場合はあまりプレスをしないで軽く挟むぐらいでやっていきます。なので、このパネルをまず、どのぐらいのステムにするか決めます。それから
その上を滑らして90度で滑らしていくんですが、あとはこの力ですね、締める力を、でこの3つを変えることによってできます。はい、で、まあ、今こういうボブのスタイルだともう0度でいいので、この辺は力入れますけど、まあ、毛先に行くともうほとんど、少し隙間が空いてるような感じですね。で、もう1点、これ4つ目があるとしたら、このコームをコームから離す瞬間っていうのが非常に大切なんですね。で、このコームをちょっと分かりやすくやるとここですね。例えばこういう風にした時にこっちに流れる癖の人がいたとしたら、反対に流してあげたら収まりがいいので、これを逃がす方向、投げる方向ですね、こっちに投げてあげたり、あ、投げるって北海道弁か、まあいいか、これをこういう風に、アイロンを入れた後にどっちに投げるじゃない、逃がすかです。だいたいこっちの方は、こういう風に跳ねる方が非常に多いので、アイロンを入れ90度でこう入れていったら、ちょっとプレスを弱めて毛先までやっていきますね。その時にこっちに逃がす、そうすると、ちょうど癖と毛先のちょうどバランスが整って内巻きにこう入るようになります。なんでこう癖を取りながら、スタイリングもできるので、まあ、より早いですよね。でブローでやってもやっぱり結構熱入れないと癖取れなかったりするんで、まあ結構スピード、時間単価が、上がるかなと思います、アイロンでやると。なんで、その4点ですね。でもう一回おさらいします。でこのステムです。はい、角度を自分のしたいスタイル、ふわっとさせたい場合は90度、収めたい場合は0度、中間を取りたければ45度、それでアイロンは、そのステムの角度に対して90度で全て入れていきます。それと、毛量に合わせてプレスの力を合わせていきます。ですので毛量が多い場合はしっかり、それから毛量が少ないところは少し開くっていう形で、やっていけるといいかなと思います。これって宿毛矯正にも言えることであって、宿毛矯正も髪の毛の厚さによって、アイロンのプレスの力を変えていったりすると、まあ、よりいいかなと思います。あとはこの、逃がす方向です。くせ毛と反対に最後逃がしてあげると収まりが良くなります。それでスタイルも作れるんで、この4つを、しっかりやっていければアイロンブローが非常に楽しくなるので、やってみてください。あとは、まあ、コームを使わなくてもまあ、できますんで、コームない方が、まあ、より自然にはなるわけですね。コームを使わない場合は特に髪の毛が、結構こうなんて言うんでしょうね、綺麗に整ってない状態で入れていくので、よりアイロンを強く押さえてしまうと、そのもこうやって拾ってきた形がそのままつきやすいんですね。ですので、まあ、ちょっと本当に500円玉1枚ぐらいこう挟ん、空いてるぐらいの感じで柔らかくこうゆっくりですね、そして毛先までゆっくりこうやっていくような感じですね。で、作っていくと、より自然な感じにブローのやつに近くなりますよね。コームを使うとやっぱりちょっと硬い感じになって、ちょっとコンサバな感じになりすぎてしまうんで、柔らかいのを作る場合はコームを使わないで、毛先までゆっくり90度の角度で優しく入れて、プレスの圧力はほぼないくらいの感じですね、挟まないくらいです、はい、で特にあの前髪のアイロンなんてやるときは、僕はほとんどもう小指1本ぐらい空いてるぐらいでやります。挟まないですね、前髪とかは。一回失敗すると大変で、そのぐらいでやった方がすごくカールきれいにつくので、こういうふうにゆっくりやってカールをこう入れていきますっていうような感じなんで、皆さんアイロンを使うと仕事が早くなりますよっていうような感じの紹介でございました。ぜひ、ちょっと使ってやってみてください。